なんかあの共通の知人が結構いるじゃないですか。はいはいはい、その中に、うん、藤岡さん共通の知人、俺は知人じゃないですけど、俺は先生になるんですけど、シルクさんだって同僚、同僚とか同僚、ね、同じ同僚、同僚ですよね、うん。その話っていうか、俺はもう先生としての藤岡さんしか見てなくて、うん、同僚としての藤岡さんはどういう人かみたいなのは、うん、俺ちょっと興味あって、なんかどういう人、なんか俺1年ちょっとぐらい習ってたんですけど、うん、あんまり印象ない生徒だったんですよ、うんうんうん、そんなにすげえわけでもなかったから、うん、だからなんかあんまりこう緊張して発言もできずにそう、やっぱなんかこう先生って緊張するじゃないですか。あ、そう、なんか意外とこう、うん、わー言ってますけど、うん、意外とこうシャイなやつなんで、うん、だからなんかこうどういう人やったのかなって興味。でも俺もその限られたね時間でしか、はい、何年ぐらいこう時期かぶってたんですか。時期はね1年ちょっとぐらいかな。うん、ああそうなんですか、うん、で同じ学校で教えてて、はい、で MI ですよね。そう MI で教えてて、でたまたまあの俺が教えてる教室と藤岡が教えてる教室が隣同士の時期があって、でそれをちょっとねあのメインの建物からちょっと離れたところにある別教室みたいなのの建物の中で。どこの校舎ですか。渋谷。渋谷なんですけど、ちょっと離れた教室がちょっとあって、まあたまたま教室の数が足りなかったのかなんか、でその離れたところで2つスタジオがあってさ、はいはいはい、そこ隣同士だった時期があって、だから、合間の時間とかはずっと喋ったりしてて、うん、でまあなんていうのかな、やっぱこう関西の空気を、ああやっぱそうなんですか、感じたね。俺北海道だから、北海道の人間からすると関西の空気すっごい匂うんですよ。俺どうすか。いやもうゴリゴリ関西ですか。ゴリゴリの関西。でも面白いのが関西人同士でも、うん、あちょっと感性違うかもってあるんですよ。あるよね。ある。だからなんかね、藤岡さんの淡路島じゃなくて、淡路で、ね、なんかね、なんかで、ね、笑いの感性は、うん、俺ちょっと違うかもと思ってましたもん。あ本当。だから波長あった時はいくら先生であろうとは、うん、なんかいけるんですけど、なんかちょっとあれ。俺あんま会えへん笑い子もだからなんか意外となんかちょっと緊張するじゃないですけど。なるほど。俺からしたらもう一括りに関西あ、だから逆にそういう方がなんかこう、そう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 、ね、もう全然違う感じで、あでもやっぱ関西、あ確かに関西州はねしてましたね。でまあもうテクニックはさ、あ確かに、まあ、全然だからベビーメタルとかやる前だからさ、いつぐらいなんですか、何年とかなんですか。なんかあれじゃないかな、ソロアルバムみたいな。ああ俺買いましたもんソロアルバム、作ってた時期か、もう出た時期か、まあそのぐらいの時期で、はあ確かで、まあとにかくこう隣の教室からさ漏れ聞こえてくるギターのフレーズがもうとんでもない、これキーボード弾いてんじゃないのみたいな。あでもね俺が教えてもらった時はあんまテクしなかったんですよ。あ、ほんと。だからなんかね、なんか絶対どっかで変わってるはずなんですよ。あ本人が言ってた時も、ね、俺は早弾きギタリストじゃないとか、うん、あのテクをあんまりなんか俺の感じっすよ、思うに、うん、見せたくなさそうやったんですよ。ああそう。そう、でもなんかこう東京に移ってから、うん、ちょっと出始めたから何かこう変化があったんすかね、刺激なのか何なのか、これが武器なのかみたいな、なんかとんでもないとんでもないフレーズがポロポロ聞こえてきて隣から。早弾きっすかやっぱ。いやなんかね、はい、ハーモニクスでフレーズ作るとかさ、あはいはいはい、あのポリリズムで、うん、例えばこう 7つ区切りのフレーズをずっと続けてクリック鳴ってるとかさ、はい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 、はい、俺こんなのもう一生できないわっていうようなのがずっと聞こえてて、はいはいはい、そうリズムのねフレーズ結構あの人やってましたもんね。そうそう、はあ。でまあ合間に喋ってると、
フォワーっとしてるじゃないですか。確かに確かにあの雰囲気独特ですよね。独特な で俺 M1 辞めちゃってからしばらく会わなくなって、でなんかね楽器フェアかなんかで一回会って、うわ久しぶりみたいなのはあったけど、はいはいはい、あ俺も楽器フェアで会ったな一回。そうそう、それでそれからまた1年2年経ってからなんかねセッションやってるっていう話を聞いて、あ、はい、でたまたま遊びに行って、下北っすか、いや三茶だね。あ三茶、そう、それで久しぶりに会って、まあそこにほら他の知り合いのギタリストの、はいはいはい、上田さんっていう人もいたりして、あじゃあ久しぶりにお二人に会いに行こうかなと思って会いに行って、うーん、そしたらまたあのよく会うようになって。へえ、あそうなんですか、うん、俺も東京行ってセッションで何かありましたね。うんうんうん、でビールを飲んでたんですけど、うん、ああこぼれるって言って俺のビール飲んでましたこぼれてないのに分かる、そういうことしそうだよねでもなんかすごいこう俺からしたらそのテクニック的にも、うん、確かにそれこそそのテクニックね、雰囲気人間性っていうかさ雰囲気的にも、うん、はい、俺は全くその持ってないものをなんかすごく感じて、はい、確かにあのすごい大好きだったけどね、あのプレーも音楽も。俺一時世の中で一番うまいの藤岡さんと思ってました。いや俺も未だになんかねあの正確さというかフィジカルの強さもそうですけど、うん、すごいなとかって思ってました、ね、あとなんかね、うん、はい、俺一番すごいなと思ったのが、はいはい、そんだけさ、はい、テクニックあって、うん、あんないろんなことできて、はい、まあもうもちろんその理論的なこともちゃんとすごいしっかりしててさ、うん、でなやつなのに、はい、弾き語りでさいい曲なんか何でもない曲だよ、はい、弾き語りでやったりとかさ、はい、シシクラめちゃくちゃうまいなとか、はい、俺あのペンタトリックしか弾かないのに、はい、シシクラめちゃくちゃうまいなとかさ、はい、だからそういう観点あるんだなと思って、それがすげえなと思って、はいはい、だから柔軟性がすごいんでしょうね、感性の良さとか。そうそう、なんかその感度が高いっていうか、なんかちゃんとこうなんていうの、あの収め頭の中にちゃんとこう、そうそうそう、自分なりに収められる、自分のフィルターで出せる人っすよね。そうそうそう、なんかだからそこはすごい、ほんとすごいなと思って、頭いいなと思ってましたね。だからなんかそういうの向いてたんでしょうね、音楽やるとかギター弾くっていうのに。そうだね、だから単純にあのテクニックとんでもないやつっていうのはさ他にもいっぱいいるんだけど、はい、ちゃいますよねちょっとね、なんかやっぱりその感性の部分がか、うん、なんかかっこいいなと思って。なんか俺生徒でちょっと教えてもらってて、俺ほんまに学校あんま行かないやつだったから、なんかこう学校行ってる間藤岡さんの存在してましたけど、行かなくなったら卒業して、うんうんうん、ギターマガジンかなんかであの人が入賞したやつ恩恵あったんですよ、うん、あの俺も行かなくなってから何年1年後ぐらいなのかわかんないですけど、その恩恵聞いた時に、その時まだピロ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 やってなかったですけど、うん、あの学校では。でもその音源聞いた時にこんなこともできんねやって思って、うん、諦めようかなと思いましたもう無理やろみたいないやなんかそれをね、あの一回も俺話したことなかったんで、そうですね、どういう感じで見てはったのかなとかってもう気になって、まあ、もう俺は渋谷さんも先輩だから、うん、こう見上げるだけのあれじゃないですかなんで上の人らがああもう業界でやってるとか、でもその同じね同僚の時にどんな感じなのかなっていうのが気になって、うん、いやいやもう全然大ファンで、普通に 大ファンって言っても全然、まあ、あれ尊敬するギタリストみたいな、音源をいっぱい聞いたわけじゃないけど、いやいやすいません、なんかその話いや聞かさせていただいて、